ただいまダンスパーティーの夜を歌ってまいりました。この曲を書いた林勲さんはシンガーソングライターとしての先駆けの一人だそうです。フォレスタでも歌ったことがありますけれども、春日八郎さんですとか三橋美智也さんにも曲を提供してヒットさせているという素晴らしい方ですけれども、このダンスパーティーの夜、社交ダンスでの社交ダンスの場で初めて男女が出会い、そして手足を絡ませるように踊って、そして時にはお酒を飲んだり、食事をしたりして、そしてまた踊る、そして夜遅くまで、楽しむというそういうムードあふれるそういう情景をイメージしながら聴いていただけたらいいなと思います。ぜひ皆さん聴いてください。